どうする？そう、マジ本当ここよ、4日、4日くらい毎日朝メイクをしながらだらだら喋ってたんですけど、どうしよう、今日メイクしようかな、メイクしようかな、うん、しかも毎朝毎朝白い T シャツ着てる気がする毎日毎日白 T 着てる気がする。私ほんと同じ景色じゃない、白い T シャツに金髪で毎日毎朝メイクしててめちゃくちゃ同じ景色お見せしてる皆さんに毎日今日メイクしようかな、すっぴんで過ごそうかな、今日一日メイクをしなきゃいけない用事がなくて、どうしようどうしようかしら、うん、30分10時には配信終わろうと思うんですけどそうそう、パジャマ着てやる時もあるし、今日は普通に白いティスト30分のすっぴん顔で、どうしよう、ニキビイエーイ、おはよう。確かに卒業公演までに綺麗に治るといいけど、あと1週間じゃ綺麗に治んないかな。ここの隠します、全力で、まあ、当日ね、めっちゃ最近はすごい健康的な生活してるけど、ちょっと前まで本当に生活習慣終わってたから、その月が今来ました。ちょっと前のがちゃんと現れた。しばらくこういうポーズ絶妙にこっちにずらしてそう、本当に普段あんまりできない分、生活習慣乱れたらすぐ顔に出ちゃう、わかりやすいお肌です。今日はね、でも今日めっちゃ寝たんですけど今日めっちゃ寝た、8時半くらいに起きたから、今日一旦ね6時半くらいに起きて、あ、もう切れちゃうって思ったけど、でももうちょっと寝たいと思って二度寝したら8時半に起きました昨日は11時前くらいに寝た、めっちゃ寝た、めちゃくちゃ寝た、寝すぎた、寝すぎて、昨日の夢昨
昨日の夢すごい覚えてるんですよ。なんかいろんな夢見て、まあ、ごちゃごちゃになってるんだけどさなんか AKB のとしてなんかなんだろう、 AKB のメンバーがめっちゃ出てきた夢だったんだけど、なんかねすごいいろんなこと覚えてる。あのなんかすごい嫌な夢すごい嫌な夢見ました昨日。でもこれ以上最悪なことはないなってくらい最悪、そんなことないかいや怖い。何見たっけ、なんか卒業ドレスをなんか着る卒業ドレスを衣装さんが作ってくださいましたって言って、なんか謎に AKB の全メンバーが卒業ドレスを作ってもらって、一緒にあのフィッティング衣装を着てチェックしてもらうっていう夢を見て、意味わかんない夢見ました。卒業近いからそういう夢見ちゃったんだろうなって感じの夢そう、あとはさやりんのお家にお泊まりに行く夢見たんですけど、途中で行く途中で迷いすぎて泣きそうになる夢を見ました。あとなんか卒業の卒業公演の時にやりたい曲ありますかって言われてあのこれをやりたいですってお願いしたんですけど、実際の卒業公演で絶対違う曲が流れちゃって、でもやってる途中は私自身気づかなくて、終わってからあれあの曲やりたかった曲と違くないっていう夢を見ました意味わからない夢っぽい夢って感じ。そうなんかすごいあのそう実際のあれも混ざってるからなんとなくしか伝えきれない。面白い夢でしたね。それな対応力すごくない違う曲流れてた夢って感じ、夢って感じでしたねそう卒業近いからこそな感じの夢ですよねそう面白かった。いっぱい寝たからいろんな夢を見ました夢でよかった、本当に夢で安心しました今日起きて。うわ結構最悪だなって夢の中で思ってたから起きてから夢でよかったって本当に安心しました。すごいよかった。もうあの今日見た夢以上に最悪なことはないと思う。になるといいなって思いますね。楽しみ卒業公演。楽しみしみ。一昨日の夢も覚えてます。一昨日の夢も最悪だった。なんかあんまり良くない夢ばっかり見てるけど、なん
かね、一昨日はなんかこの地域で話題のアトラクションがあるんですみたいな、すっごい綺麗な川みたいなところに、なんか縄を持って屋根みたいなところからヒューって飛び込むみたいなアトラクションだったんですよ。もうこれ遊びとかいうレベルじゃないですよってくらいの高さで、もう非常に危険な高さみたいなそういうところを飛び込む夢を見ました。怖かった。もうこれは終わったと思った。起きて夢でよかったって、これもまた安心しましたね。おもろい。うん、ね、意外といい意味だったりするよね、そういう怖いとか良くないなと思う夢の方が。夢占いたまにします。してみようかな。なんてしたらいいんだ。絶叫体験的な。あれは 川に飛び込んでたと思うんだけど、あ、すごい、川で泳ぐ、あ、川泳いではないんだよね。川の夢が象徴するのは時間の流れや変化、え、生死に関わる重要なこと、予兆している場合も。怖怖怖、ちょっと待って、いや待ってね、え、川で、いや泳いでなかったな、何も。パターン別、川、うーん、氾濫してない、魚もいなかったし、川下りではないんだよ、川に流されてもないんですよ、泳いでもないし、飛び込んだの、川に飛び込ん、あ、川に飛び込む夢はチャレンジの準備、ん？チャレンジの準備満タン、準備満タンだって、え、いいね。川に飛び込む夢は新しい世界へと踏み出すことを表しています。え、新しいチャレン、う、今のあなたは新しいチャレンジへの準備がもう十分にできています。怖がらずに自分に自信を持ってチャレンジしましょう。川に飛び込んだ川が綺麗だったのなら手先のいいスタートを切ることができます。おお、私の飛び込んだ川めちゃくちゃ綺麗でした。青かった。周りには緑が生い茂っていて青かったんですよ。めっちゃいい夢じゃないですか。いいことじゃないと信じないと思うけど、いや、いい夢でしたね。新しいスタートらしい。なんかいいですね。いい夢だった。一安心。嬉しいですね。新しい、採石のいいスタートが切れそうだって。私の勘違いでめっちゃ濁ってる川だった。でもめっちゃ青い川っていう印象が強く、いい夢でした。よかったよかった。最高の夢。いえ、昨日のその卒業公演の夢占いしたいけど、わかん、どんな夢って説明が難しい。確かに。そうだね。これからがいい未来になるような。4日連続配信中。
暑いね。そうね。っていうか私の卒業公演の日雨予報だと聞いたんですが、雨な気がする。もう私は私のパワーはえげつないくらいの雨女なんでね。金曜日でしょ。あ、雨雨だよ。降水確率 60%。 うん、これは降りますね60% は余裕で降らせます。私はもうえげつないパワーを持ってるんで、私の雨女の力。きっと晴れるよって信じたいところなんですけど、そういうこと言えないくらいのパワーを持ってて すごいんですよ。みたいな、これ楽しみの予定とか大事な日には絶対こう雨が降りがちなんです。まあ、近くにというか私のパワーを上回るほどの晴れ女がいたら晴れることあるんですけど、私の雨女パワーす大発揮よ。これすごいです。本当にびっくりするぐらいの雨女なんでね。うん、降らせちゃうんですよ。すごいんですよ本当に。もう自分でも悲しく、私は本当に雨がなんだろう嫌いって言ったらですけど苦手なんですよね。やっぱ体調、雨が降るだけで体調がちょっとやっぱ変わっちゃうじゃないですか。あの低気圧が本当弱いタイプなんですぐ頭痛くなっちゃうんですよ。気分もどんよりしちゃう。 雨が好きな方もいれば、私みたいに雨がちょっと苦手みたいな方もいるように、ちょっと雨が嫌なんですけど雨女なんですよ。すごく雨女まあね、雨もいいですよってね思っていきましょう。雨はこうやって雨やだなってやっぱ思ってばっかりじゃ嫌ですから、雨のいいところもこうやって上げていきたいですね そうだけどそうだね。やっぱ雨だ、涙の雨そう、雨が必要。この地球には雨が必要なの。その必要な雨を降らせてる降らせてる、見事にね、見事に雨を、この最後の日までこの地球に雨をもたらす、必要な人類に必要な水分をもたらす人間に私はなりたい。そういう願いで雨を降らせていただきます。よろしくお願いいたします。そういうことです。私、そう、生命のために私は雨を降らせる、そういうことでございます。よろしくお願いします。みんなのために私は雨を降らすのです。この地球に、人類に必要な水、それを皆様のために私は最後のアイドル人生最後の日までお届けするのです。
感じでね、皆さん足元に気をつけてお越しくださいませ傘も忘れずに、あの頭痛がひどい方はあの頭痛薬とか飲んでいただいてなんか対策とかできないのかな。そういう、私本当雨の日体調悪くなるんですよ。体調っていうかなんか体もだるくなるし、あまず頭がね、まあなんかできる限りの雨対策、体を体調万全にしていきたいですね。そうそうそう足元を気をつけて本当に、ひたすらこうやって首回しをやっておきます。本番前ぐるっと線止める。おなげでカレンちゃんと撮る、え撮ってほしい。私おなげのあれチェキだっけ、撮ったことないんですよ。ぜひ皆さんおなげやって成功して私とチェキ撮りに来てください。一枚も撮ったことない。いつもメンバー撮ってるな、誰か撮ってるなと思いながら、ぜひやってください。いやあれむずすぎるよね、よくみんなできるなと思います。どうやって成功してんのって思って、ずっとやってると感覚がつかめてくるもんなんかな。めちゃくちゃむずい。500円でしょ、500円でも結構この前見てる限りめちゃくちゃ当選してる人いたから、ああやっぱできるもん、できる人はできるもんなんだなと思って、めちゃくちゃやってるのかな、何なんだろう。たまたまできちゃって、でもめっちゃ練習してんのかな、すごい。めっちゃいましたこの前も、超当選してるやんと思って、ああおなげ練習用に買った人いらしいねすごい。でもさ500円で推しとあの距離でチェキ取れるならさ最高すぎるよね、めちゃくちゃいいやんって思った。超良くない？私も絶対やっちゃうわ。1個円取ってるお申し込み開始今日失敗する夢見てる、すごいやられてる。500円で3なん、あ3でも一発で成功しないと意味ないんでしょあれねえ。でもこの前この公演の時すごい人数の人が撮っててびっくりした。輪投げいいね、私もやってみたい。私もやらせてくれないかなメンバーで。クレノなるみちゃんとチェキを撮らせてくださいぜひ皆さん成功して頑張って、わなげ頑張って私とチェキ取りに来てください。お待ちしてますお待ちしてます。それじゃあ時間ももうそろそろなので終わろうかな、終わろうかな、終わろうかな。
ちょっと待って、今日はドスッピン、ちょっともうちょっとリップ濃くしようかな。あまりにドスッピンなので。リップの。ありがとう、朝からこんなくだらないダラダラ配信を見ていただいて申し訳ないです。ありがとうございます。うん。今日も一日、まあ土曜日か、まあ仕事の方もいると思って、お仕事の方頑張って、お休みの方は全力で休みましょう。スクショタイム、透明でチラ見せ。ありがとうございました。ありがとう。ありがとう。ランキングを13位幻さん、12位赤月さん、11位まさやさん、10位ゆうやさん、9位鳥親父さん、8位としきさん、7位かなあさん、6位関西ゆとしさん、5位はちみちさん、4位あまつかずさん、3位ひなちゃん、2位たーとしさん、1位アントニオ E.T. さん。ありがとうございました。朝からありがとうございました。ではまたね。またね。ありがとうございました。バイバーイ。Bye-bye.